手作り坊主なんですけども、今回新しいイベント、今ちょっと3期のね情報で忙しいところなんですけども、そうでも新イベント始まりました。レッドバローの6人のゴースト、なんか時期的にもハロウィン感な感じかなと思うんですけども、ちょっと違うちょっと違うけど、とりあえずがっつり食べてきたんで全員出しましょう。一応内容的には、うん、このシーツにね組まれた六つ子がね、一応もう死んでる設定なんだよね。あ、来たっけ、これは、樹脂松、合ってる合ってる合ってる。わかりづれ。透明だからなおさらわかりづらいんだよ。で、親からも見えてはいないんだけども、唯一嫌味だけが見えるという。これも同じじゃないの？だよね、重視します。かぶる、ここで。で、その見える重視ま、じゃあ見える嫌味と、これは、トッティ。合ってる。不安になるな。見える嫌味と、その6人が、のね、松戸と松戸の館の、に来た賞金稼ぎの人を追い返すためにいろいろ奮闘するっていう話なんだけども、以前出たゴーストに、どうすんの、絵も使ってるかね、あのネオンとも関係あるのかな、これあれあれあれ、いや、カラマツか。ちょっと一瞬悩むな、これ。ちょっと合ってるかどうかちょっと不安になる。これは一松だな。これチョロ松だね。新規だから多分チョロ松だ。合ってる。合ってる。あとはおそ松か。これカラマツだよね。え、これチョロ松だよね。なんかアップの位となんか違って、どうしても透過してるからちょっと分かりづらい。これはおそ松じゃない？いやね、だよね、だよね。来た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 、よしよし、これで全員かな、確認、よし、全員来ますね、全員来てます。一応性能的には、あ、なるほど、ザニートがわずかに溜まるか。不公返済極小。あんま変わんないんじゃない？おそ松はもしかしたら、おそ松結構増えると思うんだけどな。ゴーストシーツ。このスキルを持ったキャラがやられたとき、ザニートがわずかに溜まる。HP と攻撃力がちょっと高い。HP はまあまあかな。はい、おそ松ゴーストシーツ。六つ子のゴーストの長男、両親が幽霊屋敷として経営するようになった家が、家に住みついている。時にポルターガイスト現象を起こして家業を手伝っているつもりだが、両親は気づいてくれずしょんぼりと暮らしている。ん？なんと攻撃してんのかな。一応なんか史実は概念らしいからな、そういう風に見えるようにしたらしいからね。これ何、これがダメージ受けてる感じ。わかんねえよ。わかんねえよ。ボイスはあるの？あるんだ。俺に任せろ。この野郎。ああ。
った。わかんねえ。さすがにわかんねえ。で、カラマツ。概念のシートをかぶり、かっこいいゴーストとして振る舞っているつもりだが、概念なので上司にも見えず気づいてもらえない。やっぱりこういうこうなるんだな。俺の出番か。なぜだ。次は本気で行くぜ。やるじゃないか。梨を食べたか。こいつは普通なんだよな。で、チョロバツ。シーツという概念によってゴーストが存在しているように振る舞うが、概念で当然見えず気づいてもらえない。やっぱり見えない。僕に任せて。うせろ。やっぱこうなっちゃう。やればできるじゃん。うん。でもまあ一応ね、あのヒーローの時に来たあの敵から逃げるっていう設定らしいからね。それ一応なんかね、あれは悪魔ライダー関連のものもなんか出てた気がする。悪魔死神か。死神の方出てたのが確か。一末ゴーストシーツ、シーツという概念でゴーストの存在が肯定されるのか、概念を抱いているだな、両親に見えず気づいてもらえないのは当然と思っている。納得してるんだ。めんどくせえ。はいはい。どうせこんなもんで。まあよかったんじゃない。で、十始末と。その後、その後なん、うん。シーツという概念であっても、両親に見えず気づいてもらえなくても、ゴーストらしい僕ってなんだろうといつも考えてる。いつも通りだな、十始末は。シーツという概念でゴーストの魅力が伝わるのか疑問を持っている。ヨシに見えず気づいてもらえないのが悲しいし寂しいと思っている。まあこれじゃあね。僕に任せてよね。せーの。やめてよね。うまくいかないもんだね。おめでとう。うん。これじゃあね。で、一応これで全部揃ったんだけど、ちょっとですね、あるものを見ましょう。こちらですね、お知らせ。イベントキャラのステータスの不具合のお知らせです。あと、今引いた、ゲットバローのウィンドゴーストのゴーストシーツなんですけど、イベントキャラをレベルアップする際、攻撃力が正常に上昇されない問題を確認しておりますと。対応までしばらくお待ちいただきますお願いいたします。要はですね、要はこれですね、あのやり込み大作戦です。これがクリアできない方が続出してるんですよ。そもそも誰一人多分クリアできてないと思います。理由が火力がない。それもレベルアップによる、本来であれば1ずつ上がっていくはずが、上がっていく1ずつね、レベルごとに少しずつ上がっていくはずが上がってないという不具合あるらしく、本当かどうかちょっと検証しようかなと思いまして、はい、こちらですね、先ほど引きましたゴーストシーツ、一応全員揃えたんだけど、
この中でもね、とりあえず火力が分かりやすくて、まあ、倒されにくいとして、チョロマツで検証したいと思います。でまたチョロマツのレベルは1、そしてアトラクションに関してはなしのためにいつもの松の毛だけにしておきます。で、火力は上げません。で出撃は自分でオートであり、手動であります。チョロマツだけ出します。さあダメージ、もう一回言います。今度はレベルを上げます。1レベルだけ上げます。これで同じ条件でもう一回やります。はい、攻撃力6って何6足すレベルかける2って何え、嘘だ嘘だ、星、何これ、普通の星3を粗末より弱いんじゃね、え、嘘、こんな低いの、待って、チョロマツってこうだろう、トッティだとどうなる、僕に任せてよね、いくつ、せーの、低っ2423だと。引く引く、何これ、こんな勝てるわけないでしょ。というわけでちょっと待って、ラグタイム、トバロの伝説バージョンもあるんですけど、実際イベジューの方はこっちでした。6点なし6ゴーストバージョンでした。この野郎、だから自分はこの曲を耳コピーしないとな。この曲を耳コピーして、あわよくば3期のオープニングも耳コピーして、だから、忙しくなりそうだな。まあよし、もしよければ聴いていただければ嬉しいです。というわけで、レッドバローの、6人のゴーストだっけ、全員揃いました。